はい、本日はですね、スノーピークの折りたたみ傘の紹介していきたいなというふうに思います。で、早速ですね、そちらがこの商品になってるんですけども、こちらが一応折りたたみ傘っていうことになってて、ちょっと発音合ってるかわからないです。折りたたみ傘ちょっとわからないですけど、折りたたみ傘になってるっていうことになって、ちょうどですね、これから梅雨にかけて必要になるかなというふうに思いますので、紹介していきたいなというふうに思うんですが、これ雨よけの傘にもなるんですけど、それ以外には日傘にもなったりするので、これを、早速開けていきたいなと思います。はい、ということでこちらが折りたたみ傘になってるんですけども、パッと見た感じからですね、やっぱりスノーピークの折りたたみ傘ってアウトドアブランドがお好きな方からしたら、あ、スノーピークの傘を持ってるちょっと洒落てるやんっていう雰囲気で若干あると思いますし、あと大人の方が持ってたらこうビジネスのシーンであったりとか、それ以外の、アウトドアのシーンはもちろんそうなんですけど、例えば旅行であったりだとかっていういろんなシーンで使えるような無地のシンプルな傘になってるので、他のアウトドアブランドからも折りたたみ傘は出てるんですけど、このスノーピークを選ぶことによってなんかちょっとこじゃれた感があるというか、スノーピークってなんか僕のイメージではワンランク上のキャンプブランドっていうイメージがあるので、そこのブランドの傘をあえて持ってるんだなという感じはあるんですが、そういうところで今回スノーピークの折りたたみ傘を購入したっていうことにはなってるんですが、まず特徴を見ていきたいんですけど、これですね、まずですね、パッて見てもらったらわかる通りかなり小さいっていうことになってて、これの長さがですね22センチっていうことになってて、僕の手がだいたい19センチくらいあるので、もう僕の手とあんま変わらんぐらいで、他の傘と比べると他の折りたたみ傘ってこういうのが一般的で、多分これパッて見てもらってそんな小さいとも思わへんし、大きいとも思わないと思うんですけど、普通ぐらいな折りたたみ傘っていうことで、これと比べるとこれぐらいの差があるので、かなり小さくできてて、基本的に皆さん折りたたみ傘持つときってリュックに入れたりとかビジネスカバンに入れたりとかして持ち運ぶことが多いと思うので、もうこうやって手に持って歩かってあんま少ないと思うので、やっぱり小さいのは正義になってくると思いますので、そうなったらこれは結構小さくなってて、他のブランドの傘と比べてもサイズ感としては小型なので持ち運びがしやすいんじゃないかなというところになってて、次がですね、これ小さいのに比例してくるんですけど、めちゃくちゃ軽いってことになってて、この軽さがですね、見てもらったら大きさがだいたい半分ぐらいなんで、多分重さも半分ぐらいになるなと思うんですけど、こっちが測ってみるとですね、重さが 150g っていうことになってて、150g がどんなもんなんかっていうと、僕はついつい野球が好きなんで野球に例えちゃうんですけども、野球のボールってあると思うんですけど、野球のボールあれがだいたい1個 140g から 148g ってことになってるらしいので、ほぼほぼ野球のボールと変わらないので、野球部の方であればカバンに野球のボール放り込んでるのと同じぐらいやって思ってもらったら、ほぼないに等しいというか、ほぼ無ということになってると思うので、それぐらい軽いっていうことで、野球部以外の方からしたらわけわからんと思うので、他の一般的な方にわかりやすく言うなら、これがですね、文庫本とほぼ同じ重さってことになってて、こういった一般的な文庫本と同じような重さになってて、確かにこうやって持ってても同じぐらいやろうなと思うので、それ考えてもらうとめちゃくちゃ軽いですし、さらに野球もせえへんし、本も読まへんねん俺はっていう方でですね、もうそれは僕は知らないので、150g はご自身で調べていただきたいなというふうに思いますので、僕の引き出しでは野球ボールと文庫本しかなかったので、あと 150g これあるでっていうのが、もしあるのであれば、コメント欄でいただければなというふうに思います。で、次がですね、こちら、開いた時の大きさが55センチっていうことで、見た目はちっちゃいんですけど、開けてしまえば、普通の大きさぐらいまで広がるってことで、今から開けていきたいなと思うんですが、ここまずカバーを取ったらですね、もう傘が折りたたまれているので、こちらを引いて広げる。で、あとはここのボタンがあるので、ボタンをポチンって外せば、こんな感じで、あとは開き方はもう一般的な傘と同じなんですが、このようにしてバッと開けば開くっていうような感じになってて、サイズとしてはですね、僕が178センチで細身なんですけど、僕ぐらいであれば全然入りますし、55センチなのでコンビニで売ってる傘に比べるとワンサイズというか5センチほどちっちゃいので、大男に関してはちょっとこのサイズは入らないと思うんですけど、僕中男ぐらいなので、中男ぐらいだったら全然入りますし、さらに女性の方とかやったら全然入ると思うんですけど、基本的にはこの無地な感じで、唯一ここにスノーピークって入ってて、それ以外は無地ということになってます。なのでサイズとしては折りたたんだ時は小さいんですけど、開けた時はちょっと小さめぐらいな感じの大きさになってます。でですね、もう一つこのままお送りしていきたいんですけども、もう一つっていうのはですね、これ実は UV カット、一番最初にも言ったみたいに UV カットもあるので、例えば女性の方とかであれば、これ日傘でそのまま使えちゃったりするので、これからの時期梅雨で雨がバーッと降ってきたけどいきなり晴れてくることってあるじゃないですか。そういう時とかはもうこれ差しっぱなしにしてあげれば、日焼けとか嫌なシミにもならないので、そういうのはいいかなと思いますし、あとキャンプとかされてる方とかであれば、基本的にはテントにいてるので必要ないかなとは思うんですけど、テントから出る際とかにこういうの置きっぱなしにしといたって、パッて取ってテントからこう出て、戻ってくるみたいな使い方が、僕はキャンプあんまやらないのでそれぐらいしか浮かばなかったんですけど、そんな使い方ができるんかなと思うので、基本的には僕は日常で使うこと考えて購入はしたんですが、ただですね、唯一デメリットっていうのがあってですね、それが何かっていうと、一般的な傘とほんまに同じような開き方
するんですけど、次閉じるときちょっとめんどくさいってことで、閉じるときもですね、このように中の金具のとこパチンって止めたら、こう畳めるんですが、この畳むのがですね、ワンタッチで全部閉じるようなタイプではなくて、この閉じて、さらにこっからですね、僕のやり方が正しいかわからないですけど、この足を折っていかなきゃいけないんですよね。で、さらにこれ足を折ってですね、足を折った状態でこれ、くしゃくしゃになったままなんで、これをまた綺麗に一個ずつやっていかなあかんっていうのが結構めんどくさくて、僕持ってるこちらの傘もですね、同じような感じで、畳むのがちょっとめんどくさいっていうのがあるんですけど、慣れれば本人は全然大丈夫なんですが、例えば人とかにこうやって貸したりとかした後って、この状態で帰ってくるんですよね。で、ひどい場合は、このまま、こういう感じで帰ってくる時もあるんですよ。で、その時はですね、この人の性格を疑ったりはするんですけども、まあ、これで帰ってきた時に、まだいちいち戻して、こうやっていかなあかんし、さらにこのいちいちやるのがそもそも持ってる俺がめんどくさいねんっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、これはやっぱワンタッチの傘とかに比べると相当めんどくさいので、まあ、この傘に向いてる方っていうのはですね、まあ、今とかやったらですね、僕もはっきりはよく知らないんですけど、多分ワンタッチでこう戻せる傘とかも多分あると思うので、そういうのが、まあ、アウトドアブランドやったらないかもしれんけど、普通のなんかこうロフトとかであったりとか、あと東急ハンズですよね、であったりとかはあると思うので、そういうところで買えば、もしかしたらもうちょっと値段も安いし、ワンタッチで何やったら全部できますよみたいなのもあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあトータル的に言うと、これどんな方におすすめなんかっていうと、どうせ折りたたみの傘買うんやったらおしゃれな傘がいいとか、あとメインの傘はあるから、あくまで非常用として持ちたい方とかであれば、まあ日常的に使うことが少ないと思うので、まあ軽いですし持ち運びがいいのでいいとは思うんですが、結構梅雨の時のメインの傘として使うのであれば、このいちいち直していく作業が今僕ずっとやってるんですけど、結構めんどくさくてですね、これをやるだけで数分間時間は取られるので、頻繁的に使おうとするなら相当この作業慣れないといけないので、まあ、ちょっとこの辺はデメリットかなと思いますので、やっぱり非常用であったりとかスノーピークが好きな方とかっていうのはまあおすすめかなと思うんですけど、それ以外の方はこれはおすすめには入らないんじゃないかなと個人的には思います。まあ、そんな話をしてたらようやく負けたので、これを綺麗にやっていって、このようにして閉じてですね、で直していくということになってて、まあ、これで直っていったんですけども、一応ですね、まあ素材に例えばカーボンが使われている部分があったりだとか、生地にテフロン加工っていうのがされてて撥水の効果がより強かったりとかっていうのももちろんあるんですけど、それはやっぱり傘って日常的にこう使いやすさの方がどっちかというと大事だと思うので、そう考えるとこれはまあ結構使いやすいとは言いづらいんかなというのが、まあ僕個人的な感想かなというふうに思います。ですが非常用としてなんか傘欲しかったんちょうどええのあるやんっていう方もいらっしゃると思うので、まあ一応紹介はするんですけども、まあ、僕の中ではメインの傘にはならなかったという感じにはなってます。はい、ということになってますので、本日はですね、スノーピークの折りたたみ傘を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。